BTU アニメラボ。はい、今週もコンクリートレボルティオの感想に参ります。はい、第8話、9話、10話どれかでしょう。雑だな。恐らく9話だと思います。9話ですね。はい、雑だな。今週はですね、サザエさん一家が不死の人物だ、不死の超人であったというお話でございました。あとトランスフォーマーみたいなやつが出てきてすごい楽しかったです。楽しかった。面白かった。面白かった。で、ひとよしさん気づいたらなんか抜けてた。抜けてた。2年間かな。そう、その間に抜けたんだなっていう時系列がちょっとだけ分かりましたね。そうですね。はい、っていうお話でした。はい、じゃあまた以上。終わり空気出しちゃダメなのよ。まあ、ざっくりと言うとそんな感じですよね。そうですね。にしても魔法少女もずいぶん長いこともう居座ってますな。もうね、やっぱり呼び捨てにちょっと過剰反応しちゃうあたりとか可愛いし、あとジャガーさんってあんなんだったのね。ジャガーさんでしたね。時間止める人じゃないんだね。そう、いや時間止める次回予告で一応ね。そう、ジャガーさん会みたいな感じがありましたね。どういう存在なのか一応チラッと言ってましたけど、時空警察でしたっけ。そう、今回キメラアントということが分かりましたね。ジャガーさんがキメラアントって久しぶりに見たいな。足速いやつだ。キメラアントのね、バカスカラなんだっけな。能力の才能はあるんだけど、そうちょっとバカなやつ。バカなやつ。またハンターハンターの話になると早くなるんだよ。はい、じゃあ以上、ハンターハンター違います。キメラアント編は面白いけど、キメラアント編じゃなかったのか。結構序盤だよ。序盤の、うん、ジャガーさんも、まあ、謎でもないから、次回わかりますし、今回時系列がちょっとだけ整理されたってことなんですかね、話としては。わかりやすかったです。過去と未来の距離があんまなかったからわかりやすかったですね。そうですね。うん、でもよくわかんなかったな、なんで二郎ちゃんが抜けたのかは。そうなんですよ、二郎ちゃん課長もいなくなったのか。課長はもういなかったですね。ね、だから揉めたんだろうけど、課長の件もあったしなって一言言ってましたよ ね、 言ってたけど、言ってたで済まさないでほしいのよ、こっちは。そろそろ教えてほしいよね。あとアメリカの多分いろいろもあるんだろうね。日本とアメリカとか、その日本内でのなんか妖怪同士のなんか引っ張り合いを課長がなんか画策してた感じじゃないですか。妖怪とか幽霊なのかな、ね、わかんないけど、まだまだ分からないことだらけですけれども、うん、何でも溶かすっていう技がすごいブラーって感じで面白かったです。飛ばさないんだっていう、ね、飛ばさないで、確かに霧状にプシューみたいんじゃなくブラー、重力に任すっていうねっていう。その時1回目は溶けねえんだ。あの技術あったら飛ばせるでしょっていう。で、なんかあの軍隊に襲われた時に服は再生しないけどメガネ再生するんだって思いました。メガネ含めなんだ ね、 だからメガネは体の一部っていう一部なんだね。その理論をやってんだな。キャッチコピーみたいな、ね、以上です。他何かありますか。何かありますか。見てたのすごいなと思いました。すごかった。あれ小学生見て、ね、トラウマになるくらい、ね、怖かった ね、 ね、あれね、なんか溶けてる感じでうわーと思ったから。そう、あれ話の件とか思い出しちゃいますね。ちょっとあった、授業で見させられたやつ。みんなの心意気すぐにもう死にに行くっていう、ね、そのためにっていうか、止めないのかよってちょっと思いませんでした、あれね。うん、倒す、まあ倒せないのかっていう、まあ、諦め早くねって超人たち、あー、ね、あーダメだって、時止めてなんとかできねえもんかなとも思ったけどね。止まってる間もやっぱ触れると、でもしょうがないんじゃない。他に解決方法、あれしか解決方法がないから。水がっつうか、あ、ここで二郎ちゃんが火で蒸発させてそういうことねと思ったら死ぬんだと思っちゃって、普通に死にましたよ ね、 ね、まあ、生き返ったから ね、 ね、生き返ないと思った、うん、悲しい話かと思ったけどね。超人でもなかったんだよみたいなまとめ方してましたよね。なんなんだみたいな、ね、まあ、超人を超えた超人みたいなね、言ってたね。地球そのものくらいの勢いでしたよ ね、 なんか同時に生まれたみたいな、そう言ってた。概念なの、概念ですね。赤ちゃんのままなんだから。ねえ、思った。あれ成長しないのが ね、 ね、大変だね、世話ずっと世話してる、ね、でも生まれはするっていう怖さ、何それ。まあでも今回未来編というか、まあそのなんだ現代編というか、ジロちゃん抜けた後編がずっとメインだったじゃないですか、うん、まあ、そっちの方が面白いので。そうね。いや、そうだから今週久しぶりにさ、うん、あ、面白いと思ったんだけど、うん、面白いけどこれ、うん、どうなの、そう、って感じ、まあ、2期は、そう、これ終わんのって、無理無理って全然ワンクールの速度じゃないけど、そうやね、そうやね、無理無理、なんかもうなんか永遠になんかさ、正義と悪意とかそういうこと概念をずっとやってるだけで終わるのかなっていう。そう、あ、1期そうなんじゃない、もう2期でやるかわかんないけども、1期でまあみんなの正体分かって2期でがっつり揉め事解決編やんのかなって思ってます。なるほど、ね、うん、
最悪年表で解決しますですね、最後はね、最後年表バーってまとめて武士沢レシーブの最終回みたいなね、やってくれ、さあ分かる人はどれだけ分かるのかくぐってください、はい、以上コンクリートレボルティオ感想でございました。チャンネル登録などなどお願いいたします。バイバイ。バイバイ。軽いな。次回もあるといいねない可能性がことっすか。ない可能性。じゃんけんポン。おうまいこと。